日大鎌倉書本修正本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。日大鎌倉書本修正本源氏物語とは、日本大学図書館に収蔵された、源氏物語の写本のうち、日本大学像、源氏物語という永陰本のシリーズものにおいて、三条西下本の永陰本に続いて刊行された、鎌倉紀書本集の一及び2に収蔵された写本の、 総称である。この日大鎌枕書本修正本は、もともと異なる時代に異なる人物によって書者され、長年別々に伝えられてきた写本であるが、大部分は昭和初期に大島本などにその名を残す、当時の代表的な収集家の一人であった、三井合名会社理事の大島正太郎の所有となりこれ以後まとまって伝えられることになった。 大島の元にあった時期に相次いで重要美術品に認定され、また大島がその活動を支援していた池田機関が作成していた源氏物語の広本である行為源氏物語にも採用された。戦後財閥解体などによって戦前とは一転して財政的に困窮することになった大島正太郎の元を離れ戦後の代表的なコレクターであった。 オバマとシナリの所有となり、その後昭和40年代になって、日本大学の所有となった。1990年代になって、日本大学が所蔵していた、三条西家本と共に、日本大学像、源氏物語として、英陰本が出版された。日本大学像、源氏物語第十二巻鎌倉紀書本集一、日本大学像、 源氏物語第13巻鎌倉騎手本集にありがとうございます。